100年前に起きた関東大震災では朝鮮人が井戸に毒を入れたなどといったデマが広がり虐殺事件が起きました。100年前に起きたことが今は起きないと言い切れるのか、ある映画を通して災害とデマを考えます。1日に公開された映画福田村事件。関東大震災から5日が過ぎた1923年9月6日、千葉県の農村で起きた実話が元になっています。香川県から来た薬の行商人の一行15人のうち、妊婦や子供を含む9人が朝鮮人と間違えられ、村民で作る自警団に殺されました。村民が讃岐弁を聞き取れず、あるデマを信じ込んだのがきっかけでした。横浜で土木工事やっとった朝鮮人が数百人襲ってきた。当時震災による混乱で朝鮮人が暴徒化するなどというデマが社会に広がっていました。映画では善良な夫や若者ら普通の人がデマを信じ込み、集団心理によって虐殺に及ぶ姿が描かれています。監督はオウム真理教を追ったドキュメンタリー A などで知られる森達也さん。加害者側を丁寧に描いた理由をこう語ります。被害者側にウェイトを置くのが普通なんですよね。それはやっぱり見る側が感情移入しやすいですから。でもそれだと加害者がモンスターになっちゃうんで、とにかく加害者をしっかりと描くと、その日常とか喜怒哀楽みたいなことをね、その上で虐殺があったっていうふうにしたい。事実とか事実でないか分かんないようなニュースがものすごいありますよね。もう本当に何を信じていいのかっていうあれもありますよね。100年前の事件と5年前に起きた胆振東部地震を重ねる人も。水道が出なくなるっていう、そういう噂が結構流れているのを耳にして、100年前とやっぱり同じようなことって災害が起こるとあるんだなっていうのは、思いましたね。胆振東部地震では SNS などに複数のデマが飛び交いました。午前8時付近に大きな揺れが予想されているそうです。自衛隊情報、気をつけてください。しかし自衛隊は事実としてそうした情報を流したことはない、完全なデマと答えています。災害が起きると常に生まれる流言やデマ、 SNS が発達した現代、関東大震災で起きた問題は今も起きうると専門家は警鐘を鳴らします。人は災害時に不安になると、この必ずこう情報をこう求めたがる、そしてその情報を収集するとそれを今度人に伝えたがる、そういう人間の習性というのが災害時にデマを生む一つの原因だと思われます。まずは何でも転送しない、そして複数の情報機関で裏を取る外在的チェック、情報そのもののおかしさみたいなものをちょっと落ち着いて気づいていく、この内在的チェック、こういったことがこれから災害時のデマにしっかり対処するためには必要だと考えています。災害時の混乱の中でも正しい情報を見極める心構えが求められます。100年前の関東大震災では災害時の混乱の中、朝鮮人が井戸に毒を入れたなどといった流言やデマが飛び交い、それを信じた国の治安機関も取り締まりを全国に発信しました。で、新聞も裏付けを取らずデマをそのまま報じました。で、このデマを信じた人たちが各地で虐殺事件を起こしたんですが、で、背景には当時植民地支配した朝鮮半島出身者への差別意識もあったと、これは専門家も指摘しています。で、 SNS が発達した現代ではさらにデマは広がります。で、大事なのはまず市民一人一人が信じないこと、そして行政機関やメディアも正しい情報を伝えること、そしてヘイトスピーチなど今もある差別をなくしていくことが必要ということですが、飯田さん、このニュースどうでしょうか。
いや見ててやっぱ正義感って時に本当に恐ろしいなっていうふうに思いました。でやっぱり不安になりますよね、あの災害があったり、まあ、コロナの時もそうでしたけど、まあ、そういったことを、まあ、コロナの時だとしたら医療従事者の皆さんや中国の方への視点っていうのがやっぱりあの偏見としてあったなっていうふうに思うんですけど、まあ、こういった不安の矛先を誰かに向けていないかっていうことを立ち返って自分も含めて考える必要があるなっていうふうに思いました。あの私実際この映画見たんですけども、まあ、いくつか今飯田さんが指摘してくれたあの考えるべき点いっぱいあったんですけど、私が一番感じたのはあの傍観者にならないこと、見て見ぬふりをしないことも大切だなと思いました。なんかこの情報変だな、おかしいなと思った時に、ちょっと待ってみんな、これ冷静に考えようよって声を上げる人が一人でも多くいたら、おそらく間違った方向にはいかないんじゃないかなと思いました。